球じゃなくて300キロぐらいのスピードでさんと飛んでいかへん。縦でもこっからもうラインでこうなってるってのロンライン。これ聞いたらバッティングの考え方絶対変わる。バッティング良くなる。ミート力を向上するならゲットレーバット、飛距離を伸ばしたいならヘッドランバット、試合で使うならエルティムス、毎日使うなら竹バットのエイムクラシコ、手に取って借りました。誰でもすぐに実践できるミノルマン流打撃ドリル無料配布中。詳しくは概要欄。ミノルマン、はい、今のその練習は何の意識ですか？これはね、面で打つ。面で打つって、面で打つ。 YouTube とか見ててもそうですし、はい、インスタグラムとかの技術指導者も、はいはい、よく言ってるじゃないですか、はいはいはい、もうなんか当たり前みたいに、うん、面で打つ必要って、うん、そもそもあるんですか？なんで面で打つんですか？ええ質問。言われるやんね、面で打てとかボールのラインに入れろとかね、言われるじゃないですか。面で打たないと打てないやん。僕小学校の時とか中学校の時も野球やってましたけど、うん、面で打つことを意識したことなんかなくここまでやってきたんです。なるほどなるほどなるほど。これは結構長くなる。でもこれ聞いたらバッティングの考え方絶対変わるし、バッティング良くなる。よろしくお願いします。いきますか。お願いします。やりましょう。まずね、みんな考えてください。ピッチャーが150キロ掘るとするじゃないですか。はい、ね、150キロ来てこのボールが150で来ました。130のスイングでバチーンって噛むとするよ。はい、で噛みますね。で、飛んでいくのと、150来て、150のスイングして、詰まるやんか。はい。こんな感じでここ詰まるやんか。どっちが飛ぶっていう話なんですよ。芯付近で打てれば、それはスイングスピード150の人、飛ぶで。でも、芯からちょっと結構、この辺で打つとするやん。じゃあ、まあ飛ばんやな。でも、150来て、130のスイングで、芯に当たったら、出たこっちが飛ぶやん。やっぱり芯ですもんね。芯やから。はい。でもちろんポイントの問題も絶対あるんやけども、じゃあちゃんと捉えたっていうことで考えた時に、絶対130のスイングで芯に当てたら飛ぶわけよ。はい。ここでめちゃくちゃ大事になってくるのが、バットってこんな面になってるやんか。こんな棒状になってるやん。棒状になってて、これすごい大切なのがマーク。あれマーク、このマークが例えばピッチャーの方に伸びる、このまま面が変わらずにバットを出してきたらどうなるかって言ったら、絶対ね、このマークピッチャーの方向いてると、こっからバットをこうやって出していった時に、このバットが軌道が変わらずにこうやって入っていったら、絶対マークって上向くんよ。ほうほうほう。これがバット出す時に、バットをこうやって出していく時に、ちょっとでも例えばこねる動作であったり切る動作とかやってまうと、これ切りに行った時にマークって全然ちょっと違う方向向いたりするね。こねようとしたらマークってちょっとピッチャーの方向いたりするよ。僕の方向いてますね。向いてるやんか。はい。ここのアプローチのまず仕方から絶対に変えないと、うまくそのボールに対してバットの芯に入れるっていうことっていうのはやっぱなかなか難しくなってくるよ。バットをどういう風なイメージで考えたらいいかというところがポイントなんですね。芯がさ、ゲットラインみたいにめっちゃ太かったらええやん。そうですね。もうなんかもう究極言うたら。でも普通のバットってこういう形になってるから、このゲットラインの芯の太さの感覚ってなかなか難しい、普通のバット持った時に。でもこのバットはこうやってゲットラインのバットになってるって思ってほしいよ。芯こんなとこまであるじゃないですか。はい。まあ羽子板みたいなね。あ、ぐわーってこうバットこうやって出してて、全部がさ、ここまでこうあったら、下向いたりこうなったりした時にさ、ちゃんとボールまでバット出せてないなってめっちゃ理解できるよ。できますね。そう、その意識が日本人ってめっちゃ少ないと思う。普通に考えてバットって丸やからね。丸やから切ろうがちょっとこねようが丸やから分からへんね。これバット全体をこういう風なゲットラインみたいなバットのイメージ持てば、ボール来た時にそのボールに対してちゃんと芯で入れてやるね。ギューッとこう捉えていくイメージをブレずにね、ブレずに持ってきてやるっていうイメージさえ持っとけば、切るとかこねるとかっていうのないから、ちゃんとボールまでいい形でアプローチできる。
だからこの意識が少ないからみんなボール来た時にあっちこっちこうバットが離れるや近づくやらっていう意識がすごいついちゃう。だから150キロのボールを150のスイングしてボールの上に当たるつるやんか、ここに当たるやん、だからこれもうミスショットになるやん。150のボールを例えばボールの下打って、これね、前にボールのラインに沿ってグイッと押し込めたらまだ可能性はあんねんけど、ちょっとでもここから下に行く腕の使い方とか体の力の使い方してまうと150じゃなくて多分300キロぐらいのスピードでさんと飛んでいかへん、そんだけ速くないと。それやったら150のボールを130のスイングにしてちゃんと芯に当てた方が絶対率は高なるやんか。だからヘッドスピードを上げるってよく俺言うんやけど、ヘッドスピードを上げた時にまず余裕が生まれるわけですね。ヘッドが走るってことやから、だからヘッドが走ったら次当てるっていうことに関して言うと余裕持ってるから、そこのボールに対してさあ芯を面でバーンってぶつけたらええだけでしょってなるわけ。ここがめちゃくちゃポイントなの、バッティングは。みんな絶対やってほしいのは素振りでちゃんとこの面をボール出してきた時にグーッと面でちゃんと入っていくっていう、このブレをなくさないことにはバッティングって絶対一向にようがない。だからゲットラインバットよく素振りで使えないんですかみたいな、まず素振りとかで面がこうあったらちゃんとボールに対してグーッと入ってきた時にもうこっから面はボールのラインに入ってるわけだ。入ってます。横振りでも縦でもこっからもうライン入るわけや、うん、これがこうなってる時点でも論外だ。ボールのラインがあったらボールのラインに面でちゃんと入っていってる状態、この状態をみんなちゃんと分かってグーッと自分の手で横でも押し込まれる。ゲットラインやったら面があるからめっちゃ分かりやすい。この面でラインを入れていくグーッと入っていくっていうことに関してちゃんと正しく面でボールのラインに出せれば、ヘッドの走る感覚さえ持っていれば150のボールを120で合わせても絶対飛ぶよ。バッティングマジで良くなりたい人はこれ小学校からもうプロまで絶対必須で、ボールのラインに面がちゃんと入っていく。ちょっとこれおきてでやろうか。はい、おきてやったら打たんでもええからボールのラインに面が入ってるかどうか、でこのままちゃんとグーッと押し込めてるかどうか、面がそもそも下向いてインパクトに入ってたら論外、これとか論外。これを素振りの時から意識しとかんと、まずだからバットの形状はしちゃないね、これやから。まずボールまでのアプローチをほんま1枚の板にしたイメージでボールのラインに入っていく。そうすると、まあ、例えばスイングスピードがそんなに速くなくてもこのねゲットラインでちゃんとボールの芯に当てる技術さえ分かっていれば飛ぶんよ、当たった。この面でちゃんと面を変えずにボールまでしっかりアプローチできたら多少ボールの上とか下打っても変にこっからこねるとかそういう動作が生まれにくい。だから結果的に絶対にいいバッティングになっていくよってこと。そういうことなんですね。そう、これは覚えとかなと。これ日本人が特に意識が少ないんですか。めっちゃ少ない。アメリカの方とかは結構めちゃくちゃ。だってアメリカなんてもう手首返せないとかって言うやん。あ、確かに。手首を返さずにパーマアップとか言われるやん。はい、もうまさにもうパーマアップとかって変わりにくいやん。だから面が変わらんってことはボールまでしっかりと来た時に正しく捉えに行くことができる。で、なおかつアメリカってこういう風に斜めに入っていく人で、こうやって打ちに行くから重力の関係で勝手にヘッドとか落ちるやん。だからその重さを利用しながら向こうはパームアップで打つ意識やったらボードライドから逃げに行く。日本もそろそろそうしていかんね。やばい。アメリカに一緒に行かせてもらったじゃないですか、うん、子供のバットを見た時に、うん、同じ面にばっかりボールの跡がついてる子がほとんどで、うんうんうん、それね、なんでかって言ったらベンティとかせえやん。あ、しないです、ね、せえへんか。置き手めっちゃ多い。置き手が多いってことは芯に当てやすいやん。あ、そうだから芯に当てやすいし
もうそういう風な教え方やから、ブレが少ない、まず、そもそも。だからもうソフトボールの方でもさ、こうやってやってたよ。はい、やってましたね。こうやって練習してて、ソフトボールで起きて打ってる選手いたんや。ソフトボールの子も、こう打ってるから。そう、打ってましたね。なあ、はい。面っていうのをめっちゃ大事にしてる。クリケットちゃうかなっていう。多分あれクリケットやねんけど、もうで、打ったりしてる。だからゲットラインパッドみたいな感じのもっと長いパッド。でそんぐらい名誉の意識強い、ソフトボールも野球も。だ日本ってレンティとか山ほどするやん。ああいうのするから、面とかもうよう分からんから。皆さんね、絶対覚えておいてほしいのは、そもそも素振りで、ちゃんと面になってるイメージ持って、ブレずに出してこい。これ。だそこをそろそろみんな分かってほしいなと思うので、やってみてください。はい。だから、ゲットラインパッド素振りでも使える。だから持ってない人、なんで持ってないってほんまに思うの。教える人が少ないから。だから俺今伝えだから、もうほんまにボールのラインに沿って出していく、まあ、クリケットみたいなイメージを持ったらいいから、はい、ぜひ皆さんね、こんだけ言ってやらんかったらもう知らんなので、ぜひね、素振りでも全然使えるので、まず意識して、はい、やってみてください。ありがとうございました。はい、日本最大級オンライン動画指導開講中です。野球塾の生徒も募集中です。野球ギャも絶賛発売中です。女子野球チームアメージングも募集してます。